それではただいまから視聴者会見を始めます。会見時間は45分間、午後2時45分過ぎまでを予定しておりますので、円滑な進行にご協力のほどよろしくお願いします。それから本日の会見は、支援者クラブからの代表質問をお受けすることにしておりますけれども、その前に、今朝開催されました、第26回広島市災害対策本部委員会で報告された案件について、市長の方からコメントがあります。それが終わってから代表質問に移りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、お願いします。はい。それではコメントは2点ほど受けていただきます。1つ目が義援金の第二次配分決定についてであります。昨日広島市 8.20 豪雨災害義援金配分委員会が開かれまして、義援金の第二次配分の決定をしたと決定をなさったということでございます。この度の豪雨災害に対して、市内外各地から多大なご支援を、いただいた。その中で義援金が本当に多く集まりました。本当にありがとうございます。これまで本市に寄せられました義援金は現在、昨日現在ですね、27億円を超えておりまして、この価格の義援金をできるだけ早く、被災者の皆様にお届けしたいというふうに思ってきた中での決定でありました。9月9日に行いました第1回の配分委員会では一時配分として一律5万円の配分が決定されて、そこに県の現金ですね、これが緊急配分ということで合わせて10万円の配分ですが進められておりますけれども、これまでに3000世帯以上からの、申請を受け付けておりまして、現地支払いが行われているということになります。昨日の第2回の配分委員会では、本市に寄せられました義援金に広島県の配分委員会で決定された50億円の第2次緊急配分を合わせて、約39億円の義援金についての第2次の配分方法等が決定されている状況でございます。この第2次配分、昨日の決定結果を見させていただきますと、家屋の損壊などのため日常生活などに支障が生じている世帯に対して行いました第2次配分の対象者に対しまして、追加配分するというふうになっていまして、例えば前回家屋には500万円、半壊家屋には250万円だというふうに、被害の程度に応じた、いわゆる傾斜配分がまず行われている。同時に、死亡者の方、遺族ですね、死亡者に関しましては、500万円といった、人的被害に対する配分も行っています。さらに加えまして、被害が、大変だったということで、第一次配分の対象になっていなかった被災者や、公的支援がですね、十分届いていないなというふうに認められる方にも配慮した配分というようなものになっておりました。そういう意味では第一次配分、第二次配分において、被災者を幅広く捉えて、配分がなされるというふうになっていること、それから他の大規模災害の現金の配分事例なども考慮したのでしょう。最大配分額もほとんど厚みがあるものになっているようになります。この現金の配分が被災者の皆様の早期生活再建につながるものであればありがたいなというふうに思っております。そしてもう一つの点は、第二次配分後残額が生じるようなことがあれば、その残額と今後新たに寄せられるであろう現金、これについての取り扱いも
示されております。これまでのものがいわば被災者に対する支援という設定でありますけれども、その枠を超えて被災地域への支援も含めて幅広く活用方法を検討するというようなことが設定されておりますので、この示された考え方は非常に妥当な判断じゃないかなというふうに考えています。なお、2次配分の受付の手続きですね、これの具体的な内容につきましては、確定を公表というふうな、設定になっておりますけれども、確定し次第ですね、担当課の方からの情報提供になるというふうに考えております。それが一つ目であります。それからもう一つは、砂防事業等の推進体制の確立というか強化という点であります。11月1日をもちまして、下水道局の河川課に新たに砂防事業推進担当課長を置くとともに、職員を増員いたしまして、砂防事業などの推進体制の強化を図ることにしております。当該担当課長以下の主要な業務なんですけれども、あと引き続き緊急砂防事業を推進する、それをしっかりと支援していくということとともに、今年度から指定されるロシア災害警戒適用に関わる警戒避難体制の整備などを進めるという役割も持っています。さらに、広島県と市で、行うことになっております急傾斜地崩壊対策事業、これの社内推進を図るという役目も持っております。土砂災害防止対策は本市が目指してます安心で安全な街づくり、これをしっかりとやっていくために極めて重要な事業でありますので、推進に力を入れていきたいというふうに考えております。私からのコメントは以上お伝えします。はい、それではただいまの件につきまして、質問をお受けいたします。質問される者は社名と氏名を送った上で、質問をお願いしたいと思います。質問ございませんか。よろしいですか。はい、それではこの件については以上とさせていただきます。それでは非正規者クラブからの代表質問に移りたいと思います。それでは代表者の方お願いいたします。中国新聞の川瀬と申します。よろしくお願いします。最初に3点伺いたいんです。まず1点目、29日にあった土砂災害の避難対策と検証部会の会合で、その中で、約2時間前の午前2時半の段階で、避難勧告の判断ができたのではできたという指摘などを詰め込んだ危機管理取り巻きの骨子が示されました。それらについて市長の受け止めをお聞かせください。はい、この指摘ですねに関してですね、検証部会はまだ開かれている継続中のものでありますので、私自身は中間報告がしっかり出されて、あるいは最終報告が出されて、そこでいろんなことを判断していかなきゃいけないというのが基本認識がありますけれども、途中経過の中での今言われた2時半応援してるんですか、この点だと思うんですけども、報告というか指摘内容を、議事録等で確認する限りですね、検証部会で指摘されました2時半という半ごろというのは、あくまで理論的に、危険性が判断できたであろう時間というふうに言われております。それは今の時点で理解してみれば、
可能であったんじゃないかなというご指摘だと思います。その一方で、じゃあ実際その日にですね、2時半ごろに避難勧告をその今行ってすべきだったかどうか、まあ、こういう点からの、考察ですかね、議論は、別途議論するというような整理がなされておりますので、可能性の話とのべき論というんですかね、それが、まあ、区分けされた形での議論展開になっておりますので、議論をしましたように検証部会での、全体のですね議論結果を待って、判断する必要があるなというふうな思いであります。ただいずれにしてもですね、検証部会での結論を踏まえた上でですね、必要となってくる対策をしっかり取り入れて、そして人において何を見るかということをやらなければいけないなというふうな思いであります。よろしいですか。それでは、ただいまの件ですが、他に質問は、これに関連した質問はございませんでしょうか。はい、どうぞ。はい、私の中橋です。一方でですね、中間取りまとめ、まだ落ち合うのお考えですけれども、マニュアルに沿っていたかどうかっていう判断についてはですね、まあ、一部はやっぱり、おおむねは沿っていたけれども、沿えていないところもあったというところが、まあ、ほぼ、検証部会の中の総意としてですね、固まっていたと思うんですけれども、まあ、そのようなご指摘を受けたことについてはいかがでしょうか。まさに議論が深まっているなというふうに受け止めております。まあ、講師ですから、それまでの議論を踏まえて、どんな、点にですね、研究しながら、最終取ります、まあ、中間報告に向けて、まとめていこうかということを、検証会の皆様が確認しながらね、作業されている中での、まあ、確認事項として受け上がってきたという項目だと思うんですね。まあ、そこでの、項目ですから、必ずや、中間報告から最終報告にですね、言及される問題点だろうという受け止めをしております。ですから、先ほど申し上げましたように、それが、最終的に指摘の内容になったときにはですね、きちっとした対応ができるようにですね、今から、ある意味では、心構えをしっかりしてですね、望むようにしておかなきゃいけないと。発生当初からですね、結果この検証部会の結論を待ってからですね、改めてご自身としても考えようということをおっしゃってますけれども、具体的には中間取りまとめがまとまった時点でですね、ある程度そういう場を設けることを考えていらっしゃるのか、あるいは最終報告まで待った上でという、その辺のちょっと見通し、報告 の状況次第ですね、中間報告出していただいたその指摘などを受けてですね、その内容に沿ってすぐに対応すべきもの、しなきゃいかんものというのがあればですね、それについての、対応をですね、どういう形でするということを示しなければいけないと思います。ですから、その報告の、対応次第によってですね、当然、先生方の整理の中でですね、はじめ申しましたように、直ちにやるようなこととですね、少し長期的な視点でですね、考えるようなことも考えながらお願いしますという言い方をしてますので、ね、それに応じて適宜的な分析なんですね、議論を進めていただいて、いろんな適切なですね、ご指摘をいただけるんじゃないかなというふうに思います。それではこれに関連した他に質問をいただけますか。よろしいですか。あ、はい。先ほどの関連、中国新聞の話題でいきます。今の質問の関連なんですが、まあ、すぐにでもできるものは対応したいということで、これまでいくつかのマニュアル対策、相違点とか問題点が委員の方から上がっていたと思うんですが、市長として、まあ、それが踏まえられて、まあ、すぐにでも対応できそうだなと現状を受け止めていらっしゃると思うので、例えばどういうものがございますでしょうか。まあ、それは報告が出てからに、させてもらいます。それいろいろ試行はしてますけどね、まだ具体的に職員といいますかね、部下に指示を出してたわけではありませんけどね、しっかりと整理した上でですね、やっていきます。当然、
いろんなことについて関係部局もいろんなところが入りましょうしね、他について予算措置の仕方も関係していきましょうかですね、ちゃんと整理した上でお示したいと思います。よろしいですか。他に、この件に関して関連して質問ございませんか。はい、内容ですので、次の質問に移らせていただきます。じゃあ、幹事長にお願いします。サッカースタジアムの継続協議会についてですが、議論の最終段階を迎えています。今、3カ所に絞り込んで、最終方向に対立ある予定なんですけれども、現在の検討状況に対することと、改めて協議会に対することについてお聞かせください。はい、お疲れ様でございます。はい、29日に開催された協議会での、素案を、見ました。素案によればですね、参加者言われたように中央公園の自由広場、芝生広場等というのが一つと、旧市民球場跡地2つ、それから広島港公園、この3か所についての、総合評価、あるいは最終盛り込みのいわゆる素案というものが出てございます。そこで、今後の流れということで言いますとね、次回の協議会で、まとめの議論があるということになりますので、とすれば、この協議会ですね、昨年の6月に設置されて以来、ずっと関しては1年半にわたる議論の成果がですね、出てくる、いわゆる大詰めになったなというふうなのが受け止めであります。期待嘘になるとですね、もちろんこの、昨年6月にこれを設置したのは、科学的な観点からしっかり議論していただいて、最終的なお金をやっていただきたいということをお願いしますし、そんな中で三浦会長も、最も正しい場所を示せるようにしたいというふうに言っていただいてますのでね、最適の候補地含めて実現可能性の高いですね、ご提案していただければなというふうに期待しています。それではこの件に関しまして何か質問ございますか。はい、テレビ新広島の吉村なんですけど、おとといのサッカースタジアム検討協議会においてですね、広島市の説明に不手際があったことに関する質問です。広島市の担当者の方がスタジアム建設に対する国の補助金について説明された際ですね、中国地方整備局に問い合わせた見解として、現在の公園の交付規模を大幅に上回ることは非常に困難との見解をもらったと、報告されたんですけど、しかし事実は正式な確認をしていなくて、中国地方整備局の見解とも違うということで、整備局からが市にクレームが入って市側が謝罪したという経緯がありますが、このような協議会のですね、審議をミスリードするような重大なペアでないことをされたことについてですね、どうお感じになりますか。謝罪してるってことがあって、謝罪したとかですね、いつあったんですか。謝罪されたのどこで。今日ですね、昨日です、ね、昨日です、ね、どこで。中国地方整備局です。会議の場であったんですか。中国地方整備局です。会議は一昨日です。整備局が謝罪したんですか。じゃ、中国地方整備局がクレームを入れて市側が謝罪したということです。で、市が中国地方整備局に謝罪したんですか。いや、それはございません。謝罪してないんですか。会議の場での謝罪があったということではないんですね。そうですね。役所と役所の間で謝罪があった。そうですね。それは報告は受けてませんけども、まず事実を確認したいんです。あったんですか。ありました。今あったと言われて、そうですね。職員はないと言ってます。ないんです。私、中国地方整備局からこう聞きましたし、私は聞いておりませんけども、あったかなかったか別といたしまして、謝罪とかっていうことを会議の場の話と役所間の取引と混同するのは良くないと私は思いますけれども、その上での話かなと思うんですね。で、私は
あの職員から当日の会議の状況の報告を受けている範囲ではですね、あの社会資本整備統合交付金についてのですねコメントをその協議会の場で担当職員が加えたという事実はあの報告を受けております。でその報告の内容がですね、いわばひょっとしてそこの謝罪とかというふうに誤解をされるようなやり取りであったのかもわかりません。ただあの報告を受けて自分なりに、事態を判断いたしましたところ、こんなことであるんじゃないかなと受け止めたわけであります。すなわち国の方からあの出すことになっています社会資本整備統合交付金というのがあるんだそうですけども、これがどういった事業にどれくらい配分されるかというのはですね、これはあの自治体の方が国にお金を受けするわけですから、これこれこういうお金がいるということを国に申請して、そのそれを受理した国が各事業年度ごとに予算を国家予算配分するときに決定していくと、そういう手続きの中でその判断が示されるという性格のものだというのが大事であります。したがって、仮にその協議会の場でですね、そういったお金が交付されるのかどうかという質問ですね、まあ、そういうのがあるというのは事実でしょうから、出るのかどうかというふうなあの質疑とか疑問が出たとしてもですね、その具体的にですね、そういったものの判断がですね、できる状況には制度的にはありません。つまりその感想とかですね、こういうふうな仕組みになってるけどこんな状況だということがありまして、具体的なものが役所と役所の間でやり取りされてないわけですから、結論が出ようはずがないわけでですね、まあ、そういうふうに受け止めました。したがってですね、もしやってるとすれば事務局の説明というのはその担当者がですね、協議会でのやり取りなどを踏まえながらですね、こんなやり取りがあるよと、だからどうなんだろうというようなことをですね、一般の年聞くということが多いにある私は思っています。その一般の踏まえた回答などをですね、配慮してというか考慮して、事務担当者がコメントを加えるということは、まあ、まああるんじゃないかなと思います。それは別にあの手続きは批判でも何でもないということだと思うので、役所間でそれについて、先ほど言われたようなですね、何かあるというのはちょっと想像がつかないので確認したわけであります。ですからご指摘がですね、仮にですよ、この調整済みになっているようなね、発言だったというふうに受け止められたとしたらですね、調整ができる計画の方でありませんからですね、事務局の方が今後、事務局として答えられる質問が出たときにはですね、十分注意してですね、ものの性質を考えた上で、対応するようにやっていかなきゃいけないかなというふうに思います。よろしいですか。いや、よろしくないんですが、要するにですね、中国地方整備局は国との見解の相違がなぜ生まれたのか広島市の遺憾だと思うと伝えたと言ってるんですよ。だからそういった中国地方整備局はその、の見解とは違うことをその場で言われてるわけですよ、協議会の中で。市はですね、広島市はそうであれば確認いたしましょう、私そしてあの、それも市の幹部のおさらいされた発言と受け止めてますから、あなたが受け止めて、あなたが受け止めて、そうですね、じゃあ確認させてください、そういう事実関係あったかどうか、はい、で、まあ、その先の結果なんですが、結局、要するに、確認してから答えさせてください、確認されてないんですか、私自身確認できてませんから、聞かれても、今日答えようがございませんので、質問ください。うん、まあ、このご質問は今朝あのちゃんとあの方法に通して事前にお調べくださいと言ってるわけですよ。それでまだちゃんと調べがついてない。今申し上げた通りの報告を受けてますので、うん、申し上げたと思うんですけども、今お答えした中で、うん、職員から聞いてお答えしておりますので、今のようなご質問に答えるだけの情報は取りません。まず事実関係からして違いますので、うんうん、事実関係どこが違います。言われたように詫びたとか詫びないというような趣旨の発言のように聞こえますので、そういう事実はなかったと受け止めてますので、うん、
だから市側のじゃあ中あの協議会で説明されたことを中央地方制御に問い合わせてこういった見解をもらったと、それは正しかったということですか。え、正しかったということですか。そういう見解正しかった、よく聞いてください。いや、正しかったという一言で言うと確認できてませんと申し上げた。確認、まだ職員が地方整備局と言われたようなやり取りをしたというふうな情報を得ておりませんので、うん、おりませんので聞かれてもそういう答えはできないということです。先ほど何かおっしゃいましたよね。しかし私もよく聞いておいたんですよ、同じことを言う必要ないと言いましたから、よく見てください。私の認識したというか聞いた範囲のことを申し上げました。お答えしました、はい、これ納得できるような市民が聞いて納得できるようなお答えになってないと思うんですけど、市民かどうか知らないですけど、質問されたものについて答えてるつもりですけども、要するに違うのかどうかということが述べられてないんですよ。中国調整局とのやり取りについて、細かいやり取りについては、区長も承知していないことですので、その分についてはまた担当部局の方にちょっとよく取材してください。中国調整局いいんですけど、はい、じゃあ、協議会で市の担当者が述べられたことは、これは正しかったということですか。それだけお答えください。先ほど申しましたように、事務局の説明は、これまでの協議会のやり取りを踏まえ、社会資本整備総合交付金について中国地方整備局の問い合わせた際の回答などを交えたコメントとして発言したと受け止めております。でそのコメントの加え方について先ほど問題があるというようなことであればですね、事務局として今後十分に注意してコメントを加えるにしなければならないというふうに申し上げたところであります。どういう誤解があるかについては私は別に誤解があると言われますので、誤解を受けることのないようなコメントを加えるべきだと思うと申し上げたと思います。誤解の内容については私は認識するかどうかというのは別に、誤解を受けることのないようにすべきだと申し上げたと思います、じゃあ誤解を受けたということですよね。その誤解を受けたと言われておるからそういうことのないようにしてくださいと。いや、それが誤解だったのかどうかという問題なんですよ。だから誤解があることは正しいということです。誤解は、その発言される方の判断になりまして、誤解というのはですね、解釈する方が誤っている場合のことですから。でしょ。いや、じゃあ正しかったということですか。分からないからと申し上げて、正しかったかどうかの証明ができないからと申し上げて、そこ重要な点なんですけど。いや、それはですから会議を私見てませんから調べさせてくださいというのを申し上げたわけです。事実関係どうかということ、それも調べになってないということですね。調べるかとか事議事録は読みましたよ、はい、じゃあこの件に関して何かですか。事実関係をじゃあ市の方がちゃんと、もう一遍、確認した上で、こちらの方にお答え願いますかね。まだ事実関係自体が、はっきりしないところが結構食い違いもありますから、まあ、事実関係っていうのは市長コメントもそれがわからないと出せないっていうことでしょ。いや、そうじゃなくて、議事録を見るか会議でのやり取りが分かってるんですね。言われたのは、会議の場と違ったところで役所同士でね、何かあったというそれを調べよう、この会議録では出てませんよと申し上げる、それを捉えてどうこうしろと言われたら違うでしょと申し上げる、そこは分かっていただけないと思うんですね。会議の場の話じゃないでしょ、今違いますか。役所同士で謝ったとか詫びたか詫びないとかそういうふうに言われたように聞こえたので、会議の場であったんですかと言われたらそれについてお答えせずにですねおられるから、会議の場でやり取りが議事録に残ってるんだけどその中にはそういうことが一切ない。地方整備局と市役所がどうこうしたというのは会議の場の外の話です、ですよ。どう考えるか、それがあったと言われたらそれはないじゃないですかと申し上げてます。それは一点です。だからそれ以上の以下でもね、それを言われてるからその外の話をここでされてもお答えは、協議会の答えは確認されてないというかおかしな話になるんですよ。協議会で市側が述べられたことが、だからそれはそういうふうに言われるような誤解がないようにコメントを加えるべきだと思ってますと申し上げました。それが誤解じゃないかと思いますから、事実関係わからない人間とそう言われても困るわけですから。いや、ちょっとよくわからないです。誤解でわからなくは私の方こそ質問の意図がわかりません。いや、それが事実なのかどうかということです。教育機関の協議会で、だからその整備局と市がやったかどうかについては先ほど言って、大
入ってますから調べますと申し上げて、はい、そしてもう一つは協議会のは分かりますが議事録見たら分かるわけですから、事実ですから、まあ、ちょっとありません。じゃあそれはじゃあ中国整備局に確認されてこういうことを回答をもらって事実として協議会に説明されたということなんですか。それまたそう言ってないじゃん。ちゃんと言ったこと聞いてくださいよ。そのやり取りやった後の話とですね、協議会であった話とその後の話を混同しないでいただきたい。いや、その誤解を受けるとおっしゃいますけど、これはだからあの補助金がほとんど出なくなるような話なのか、それかあの製造補助金としてのですね、どういう性格でどういうものが出るかという性格の話と、ね、それについての、それは個別にちゃんと問い合わせをしないと結論が出ないものですね。あのちゃんと問い合わせをしないと結論が出ないもの。違います、うん、ちゃんと聞いてくださいよ。私の説明聞いていただいてるんですか。個別にですね判断するのは具体的なものを国に要求して予算化するときでないと結論が出る性格のものではないというふうに。そうですね。ですからそれがない間にそれについて出る出ないの答えが出るような性格のものではないと申し上げます、うん。それを協議会の場で議論するときにそれについて結論がですね出るかのごとき、ね、答えをするというのはそれ誤解を生じるから気をつけましょうと申し上げたと思います。そこ以上でも言ったとはありません。制度論ですから、こいつ具体的にイエスの方が答えられるというものではないというふうに申し上げた。それ以上でも言ったとはありません。そうですね。それは結果的にそれが及ぼす影響ですね。影響も関係なく事実としてそういうことを申し上げているわけであります。すみません、ちょっと時間も限られておりますので、質問をさせていただきましょう。高橋さん、よろしいですか。注意していただきたいですね、はい。それではのこのサッカースタジアム関連で他にも質問ありませんか。はい、はい、はい、テレビ新広島の吉村ですけど、サッカースタジアム関係であの救急所跡地も候補の一つになってますけど、この整備計画についてあの市は広場などにする計画をまとめつつありますけど、まあ、今月末にまとまるという予定でやってらっしゃいました。で、まあ、スタジアムの検討案と比較の上でも途中経過を出してあの比較していくべきものだと思うんですが、現在どうなっていますでしょうか。現在の検討状況ですか、はい、これはあの今外部の方にですねあの委託しておりまして、その作業が、進んで進行しているとそういう状況だと認識しています。いつまとまるんでしょうか。これについてはまだちょっと現段階ではですね、行くというところまではですね、言える状況ではありません。もうしばらくかかるという状況ですね、はい。予定はあの予定では、近々でしたっけね。ね、そうですね。まあ、うん、あのいろんなこう作業段取りをこちらから指示して業者に、うん、方で作業したから、まあ、そういう一連の作業は少し時間かかってますので、あのもう少しこういった時間かかるということで、はい、考えております。まあ、もともとこの委託している業務はですね、活用策をどういうふうにするかという判断を固める前のいわばいろんな方に分かりやすい素材を検討するということで、あの予算をつけてあの議会を通ってですね動き始めたものですね。ですからこの素材を使った上で次の最終段階の活用策を考えるというものなんですけども、エズメントの作成というのこともちょっとお願いして、皆さんが見て分かるようなものというのを作業依頼しておりますので、まあ、それらの作成にもう少し時間を要するというふうな、ことを、委託業者の方から報告を受けている状況です。ただあのサッカースタジアムのですね、競技はまあオープンで行われてて、であの緑地区広場などの整備の方が途中経過全く出ないというのは、それは比較上非常に分かりにくいところだと思うんですよ。途中経過でも出していくものなんですけど、これについては作業経過で多くの方にご了解いただいていると思いますけれども、球場跡地全体の活用方策についてはどのようなものにするかという議論を立ち上げて、私が市長になって時間をかけて機能を示しですね、その機能から次にどういうような
機能に持ったものを作っていくかという段取りを示す中で動いております。でその丘陵土地全体のイメージを最終的に出そうというその議論の途中の中で機能よりかサッカースタジアムをそこに作るという考え方も比較考慮しないと市民の意見として納得いかないんじゃないかという意見が出たので、サッカースタジアムはサッカースタジアムとしてどんなものにするかもう少し具体化した案をきちっと調整しようじゃないか。でその具体化した案とそしてそれがしかも球場跡地に作らなきゃいけないという案が出た時に比較できるような準備を球場跡地全体のイメージ作りで同時並行でやっていこうという作業の中でやっておりますから、この作業手順そのものについては議会にも承認いただいて問題があるとは思っておりません。むしろその手続きをこの数年の経過を、理解していただければ了解いただけるような状況なのかなと思っております。よろしいですか。はい、それではこれに関連した質問をよろしいでしょうか。はい、今日勝てるようかね。最初の時期が少し後ろにずれてですね、まあ来月ということなんですけども、事業判断のタイミングっていうのはどういうふうに、ずれれば事業判断もだんだんこの難しくというかずれていくことになります。はい、そうですね、ちゃんとした結論を出せないけど見切り発車というか企画法ではできませんから、ね、いつ頃っていうふうな考えですか。そのサッカースタジアムについての扱いがどうなるというのが、はい、そして今申し上げたイメージの方と照らし合う、イメージっていうのはある程度機能のところにこんな機能というものが出てまいりますから、それとそれを比較するという作業ですからね、両方が揃ったところでお示しするということになっています。いずれもがすみません、ここでいつまでということはちょっと言えない状況だということを今申し上げました。よろしいですか。はい、それでは次の質問に移らせていただいてよろしいでしょうか。じゃあ会長さんお願いします。会長山公園の再生についてお願いします。広島市が被爆の100周年に据えた地域づくり先導事業として会長山公園の再生を検討しているとの報道がありました。この会長山公園の再生を先導事業として引き続けられた思いと具体的な指定内容について教えてください。はい、ひかげま公園のですね、再整備というそのテーマそのものなんですけども、なんていうんですかね、先に申し上げてその具体的にどんなものだというものはですね、私自身まだ手にしている状況ではないんですね。ただそのひかげま公園の再整備ということをテーマとして物事を考えていきたいということはもうすでに表明していると思いますね。それは今年の2月の段階でですね、来年の被爆70周年に向けてさまざまな対応を考えているけれども、その中では大きく2つの柱を立てて記念事業というものを周年事業ですね、それともう一つは例えば被爆100周年というようなところを見据えてですね、目指すべき街をイメージしてその実現に向けた街づくりの先導事業といいますかね、こんなものを取っかかるというようなものもあっていいんじゃないかというふうなことを言った中で、街づくりの先導事業のようなものですね、そういった中で例えば肘山公園をですねターゲットにしてですね考えていくということはあっていいんじゃないかということを申し上げています。その時の問題意識は去年というふうな流れこれから考えてきましたけど、もともと肘山公園の桜の名所でありますが、歴史的には路弁伝というんですかね、源氏天皇がもともとこの広島城の後でね、それを移築して作ったそこを記念する広場があるというところですね、そして桜ということで戦前から市民に親しまれているという橋があるところでもあります。やっぱり地形的にも、まあ、現代実感ですが、そこから見るとこの瀬戸内海も見えますね、緑豊かな山も見えます。
街並みも見えますよね。ですから広島を消防するのにすごく最適な場所だと思うんですね。そうするとそのいわば歴史的な意味付けと自然的な環境ですかね、ロケーションをうまく活用すればですね、都心部の魅力づくりを立体的に味わえるですね、場所にできるんだという意味では私にとってすごく魅力的な拠点じゃないかなというふうに思うんですね。だから今ある記事は、これはですね、なんとか再生できるということを考えるんじゃないかということを言ってまして、関係部局にですね、さまざまな検討してみてくれというようなものだけど、どうやってますって言ってもまだ私の方に報告してないんです。いろんな担当者がやってくれてるというふうに思ってます。そんな状況でございます。だからいろんな夢を描いてもらって、それでみんなで少し気持ちですね、いいものを考えたなということであります。戦力だとか、今具体的にどうこうっていうのは、それについて簡単なものはないということで。これに関連して、何か質問ございませんか。よろしいですか。はい。それでは、幹事社からの代表質問は以上とさせていただきます。まだ少し時間があるようですので、その他の質問をお受けしたいと思います。中国新聞の柿本です。広島市がですね、保安林を無許可で伐採したということが発覚していますが、それについての市長の、受け止めをまず聞かせてください。はい。これはですね、事実を報告受けましてですね、非常に、申し訳ない態度だったかなというのが、私の受け止めであります。経過を少し新聞等にも載っておったとおりでありましてですね、ただ動機づけは思いは権現山をその市民にですね親しまれる山にしたいということで桜ですかね、それを植えるじゃないかというそういうことを平成9年ぐらいからずっとこっち受けてそれを植えるために木を切りて、その声自体は、普通のあれなんですけども、ただそこが森林法に基づいてですね、いわゆる規制がかかってくるということの、この確認といいますかね、そういう事実をしっかり把握しない、従っての申請手続きもしないという中で、相当長期にわたって、高さでの問題ということだったと思います。この度、こういったその土砂災害とかっていうような、災害の中でですね、ある意味で森林法の基本的な使命といいますかね、保全するということはいろんな意味での地産地水につながると水資源とかいろんな循環系の生活系経済をですね良くするというのは、そういったところにも基づくというか遺跡があってですね、確認できたということだと思うんですけども、そういうことがですね二度とないようにこういった事業を実施するにあたってはよくよくにかかるですね、我々役所の人間ですからね、規制内容を確認して、それに操作手続きをしながら、ね、確認していることをやらなければいけないなと思います。いずれにしても、いろんなものについてのさまざまな規制をまず、ルールといいますかね、そのように確認を怠らないように確認した上で、今の取り組みをする。決して慎重にというわけではなくて、いろんな意味での調整が施されているものについてですね、丁寧に対策をやっていただけるなという。追加で、すみません。少なくとも去年の春には市も分かっていたのではないかと思うんですけども、長期にわたって法令に違反している状態というのがあったわけですが、これを公表しなかった理由というのはなぜなんでしょうか。公表についてはですね、実はですね、この事実は私自身もですね、つい最近まで把握してなくてですね、今申し上げたような事実関係を指摘されてですね、指導する立場の窓口をですね、現場で調整をしですね、
指導に応じた対応できたからですね、いいんじゃないかというような判断をどうもしていたようなんですね。それで現場での、はい、判断処理がされておりましたですね、そういった事実関係があったということも私のところまで実は先ほど申し上げて最近まで上がってきてなかったというのがありました。ですからそれは多分に先ほど申し上げたいろんな規制とかルールがあることについてですね、チェックができていなかったことについて、それがどれほど重大な背景問題があったということのですね、ちょっと認識が薄くて、OK では当然あれば私が上がってくると思いますね。そういう意味を込めてですね、先ほど申し上げたように様々なものをやる上で のルール規制についてしっかり確認して、そのことの、重大性ですね、それも認識するということを職員しっかり徹底するということも同時に言うんじゃないかと思います。具体的に上がってきたのはいつで、この現場で判断したことについて市は適切だと思っていらっしゃるのか、それとも不適切だと思っていらっしゃるのか、どうでしょう。判断が上がってきたのはマスコミ等に取り上げられて、こういうのがあるけどもどうなんだという議論になってからの報告であります。でされた中身についてはですね、結果論でありますから、本当はそういうルール違反ということをやっていること自体問題でありますけれども、指導に沿ってですね、復旧をし、現時点においてはですね、問題が出てないということについては、ある意味では安心しているということであります。あと今後その担当した職員、関係した職員等の処分というのは考えられているんでしょうか。処分といいましても、この平成9年度からの、ね、ですから多分現場で担当した職員、等もですね、退職とかしておられないと思います。むしろこれは今申し上げた個々のですね、人の問題というか、幸い今重大事に至ってないということもありますけれども、今後こういったことのないような体制にしていくということの方が私は重要だと思います。よろしいですか。はい、それでは行政の時間過ぎておりますので、本日の職者会見これで終わり。あ、もう簡単です か関連ですか。はい、関連です、はい、簡単です。じゃあ、はい、すみません、今日の話で恐縮なんですけれども、国土交通省がですね、被災現場に金網のような防塵ネットというのを今日整備しましたですね、はい、あくまで残酷なものではあると思うんですけれども、こういったものが整備され始めたことについては、どのようにお感じになっていらっしゃいますでしょうか。防塵ネット等の対応はですね、国交省の方からテコースの方が来ていただいて、応急復旧のためのですね、対応をするという一連の流れの中で、ワイヤーを張って警戒を発するということでの事前避難措置を施したんだけども、もう一度より強固にですね、サボ対応をしておく必要がある、そのために比較的安価で早めの対応するということもやりたいと言われておりました。それにありがたいことのことでもあるんですが、それが実際にやられ始めたとしていただけるなということで、ありがたいことです。よろしいですか。はい、それでは本日の記者会見、これで終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。